始めました、モンスタージョン TV。 元気があれば何でもできる、元気があればウルージになれる、そんなあれではイングザルシートとやっていきましょう。ワンピース初見読みいきますよということでね、もう毎度の楽しみでございますよ。もう常に今ワンピースはホットでございますということでね、さあやっていきましょう。ワンピース第1092話、暴君熊聖地暴走事件。おや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 、話がまだ飛びますね、そっちの方に。そうなんだよね、何も解決してないんだよね。そして扉へリクエスト、巨大な小判ザメに懐かれてのしかかられているジンベイ、可愛いんだよな、すごく可愛いんだよ。こういうのね、ですな、のほほんとしてるっていうね、本編とは大違い、のほほんがねえんだよ。おーっと来た、いきなりとうとう登ってきた、無敵取れ。おー、みんな止めに行ってんな。うん、どこかへ行こうとしている、どこへ行こうとしている、ウルススショック。うわ、すげえな、ここでぶちかますんだ。マリージョは相当きついね。で、赤さん、赤さん、何しとんじゃ。先日の革命軍に続き歴史的な破壊事件じゃぞ、クマ。やべえ、赤さんはやべえな。てか本当に歴史的破壊事件だよね、本当に。やばいな、大荒れじゃん。うん、坂月元帥、頼りにならん兵士どもだ。おい赤犬昨夜のディナーにロブスターを所望したのに品切れであったぞ。いやいやいや、こんなことは初めてんだ。お前リージョンの食料はどうなっているって。いや、すごいな、やばいな。赤犬にロブスター頼んだの。てか、やっぱロブスター好きなんだよね。シャンクスの好物もドフィーもロブスターが好きであるっていうね、ここら辺はね、すごいよなと引っかかるところではあるよね、シャンクス。うん、まあ今更ではあるけどもな。はい、ロブスター好きやな、ロブスター。あれ、なんか前モッチー先生と話したけど、ロブスターだけなんだっけ、エビがなんか無限に生きられるよね。無限に脱皮すれば関係ある、イコールイム様無限に生きてる説からのエビからのロブスターか。うん、なんかどれか本のあの始まるところもなんかロブスター90巻付近でなんかそんなあったな。うん、引っかかるな、引っかかるな、すごく引っかかるな。うん、はい、ワチキは今怪我をしたぞ、今や奴隷の分際の暴君クマを早く処刑するえって。おーのー、クマこっちで制御できんのならおめえみたいな危なっかしいやつの話にゃあできんぞ。自我はとうに消えたはず、死人も同然のお前がどこへ行こうちゅんじゃ。めーごー、やっば、うーやっべーじゃん。うわー、これもう白ひげみたいになっとるわ。もうめーごーといえばかーってこれなんだよな、パックンチョですよ。おー、それでも、うん、一丁前に血は流れるようじゃのうじゃねえんだよ、血はないんかお前には。待てクマ、走っていく。おー、そして消える、やるね。赤犬からサクッと消えていく、逃げていく、やるな。お、いくら吠えてもクマの自我はもう戻らん、奴は志願してっていうな、ここのシーンだ。あー、おーおー、クマはどこだへ取り逃がしたのか、元帥ともあろうものかっつって、あーおーおー、これなんかすげえな、意味深やなこれ、はっはー。なんか他のところでも赤犬基本的に天竜人を鹿としてるけども、取り逃がしたのか元帥ともあろうものかみたいなね話をしてるところに、どこへ行くんじゃ、意志も心もすべて失った人形がようっていう、なんか自分のことを指して言ってるようなもんですなこれ。だから天竜人に飼われてる状態、天竜人の人形っていうね、まさにドフィーを思い出すわけなんだけどもね、操り人形っていう、なんかそういったようなところも感じる。赤犬ちょっと血通ってねえのかって言ったけど、血通っとんな。いいですね、新世界エッグヘッド。ところ変わって、おい、相変わらず大荒れ。やばいね、上陸、島を占拠せよ。はい、そしてキザル、上でバチバチスイッチやってんね。確かに街道を破った男、手強いね、やべえじゃん。しかし海賊のお前さんがベガパンクを守るってのはどういうわけだ。おー、そりゃこっちが聞きてえよ。いや、そうなんだよね、なんで海軍がベガパンクを襲うんだよ。でも逆になってんだよ、どっちが正義なんだよ。リンゴのおっさんは草。はー、いや、これすげえな、すごいな、キザルとまともにやり合ってるぞこれ。殺してわけ、おー、あー、殺してわけねえでしょうが、ベガパンクとは投げ付き合い。うわー、そうなんだよね。おー、速度は
重さ、加速は力、やばおお、だから邪魔しねえでくれっつって、むしろ邪魔してほしいんじゃないの、これワンチャンそういう話なんじゃない、これ。うん、ルフィに邪魔してほしい気はするな。おお、ベガ、あ、できたぞ、ベガフォース1、人類の夢巨大ロボ。すげえ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 、そっかそっかそっか、キザルもだから一緒に、だからこういったところもワクワク一緒にしてたんだ、男の子なんだよ、フランキーとかを見てうわーってこうなるような感じのキッズなんだよ、キッズ、超悲しいね、これをやらなあかんって、うわー、ぶっ壊しやがる、あー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 、うわー、ベガフォース1やられたー、おー、出たフランキーの前に、キザル、やばいね、ずいぶん大きくなったね、ボーニー、最近の子は成長が早い、特に彼女は成長が早いだろうね、うん、恨んでるんだろう、お前の嫌いなドクターベガパンクに抹殺命令が出たよって、おー、これまだ因縁、はー、しかもだから知り合いつうことや、大きくなったつうことは、そっか、昔から一緒にいるからこその知ってるんだ、話が深くなってきた、私が狙うべき相手は変わったんだよ、はー、恨んでるベガパンク、嫌いなベガパンク、そうか、嫌いなベガパンクに抹殺命令が出た、はい、だけども今は違うっていうね、つうかなんか前回ね、ボニーが雰囲気ちげえなと思ったけど、これ本物のボニーで大丈夫っすね、うん、なんかワンチャンね、カタリナデモンかとか思ったけど、あーで、年月、お、すげえ新しい技だ、へえ、あと死、あと死、年月、お、年食わせんのかな、これは年月パーンってこういう感じなのかな、任務以外で知り合いを傷つけさせねえでくれよ、あー、やっぱいいやつだ、もう仕方なくベガパンクをやるって話なんだけども、できるならボニーはやりたくないって考えると、そっか、シャボンディ諸島でボニーが捕まらなかったっつうのも、本来であればまとめてね捕まったはずなんだけども、ボニーは逃がしてもらったと考えることができるな、おーおーおー、ラディカル、おー、あら、あらららら、消えた、キサル消えた、やべえじゃん、おー、で、こっちはコードが解けた、おー、いいっすね、天才たちめ、はい、うわー、そうか、フランキー君バリアを解除できるベガフォース1と船裏手に運べたかというところで、残念ながら破壊されたんだよ、うん、夢の巨大ロボ、うわー、夢の巨大ロボは吹き飛んじまって、うわー、これきっついな、これきっついな、あーあーあー、完全にもうキザルは大好きなんだよ、夢の巨大ロボ、夢の巨大ロボ、あー、やっぱそうなんだよ、男の子なんだよ、キッズ、あーあー、まあ足立てきつい任務長引かせたくない、悲しいよ、俺すげえ胸が痛い、あー、にかったにかった、あー、熱かった、なにこれ、出たか、これが、やべえじゃん、話聞いてんじゃん、やべえじゃん、やべえじゃん、やべえじゃん、よくも下まで飛ばしてくれたな、2回もバリア通って死ぬか、バリア通ったの、やばくね、バリアをそのままよいしょってこう越えてきたってことで、そこに行くという、で行けたということは、本来なれば熱せられて虫みたいにピシャーってこうなっちゃうのかな、でも行けたってことは、だからそういったシステムがあって、ニカだから熱は効かないっつので行けたのかな、なんかワンピースのアニメ見たら、やっぱニカだからこその炎、あの炎食らってもカイドウの全然大丈夫だったんだよね、だからそういうことなんだよね、ニカだから全然これ力出してないよ、炎面全く出てないもん、全然出てない、ただ大きくなっただけでって話やん、太陽の方がまだ出てないんだよ、でからのこれよ、ドンドッドド、やべえじゃん、やべえじゃん、あのロボが夢の巨大ロボ、夢の巨大ロボ、ここで繋がる、おー、怪しく光る眼光、野獣の眼光ではなく、すげえな、すげえな、やばいな、そっかっていうか、そうなると200年前だっけ、200年前にこのロボ動いたわけじゃん、でなんで今また動くの、200年前に動いた理由はなぜ、その200年前にもジョイボーイいたの、まあまあ継承されるわけだから、そこでも一回ジョイボーイ誕生して潰されたの、でもずっと逃げ続けてるわけじゃん、あ、もしくは昔からワープしてきた、ワープしてきて200年前にワープしてきて、そこからのこう今に至るみたいな、渡ってる状態、政府からゴムゴムが逃げてるとかっていう話なのかな、そういうことかな、なんで200年前に、200年前でもおかしいな、200年前にロボが来て、で一緒にジョイボーイが来ないとおかしいもんね、いや違う、そうじゃない、そのジョイボーイはずっと渡ってて、でロボだけがピャーンとかで飛ばされたとかってあんのかな、でニカはもういない、ジョイボーイはいないつうことで、エネルギーがなく最後の力果てて終わったのか、はたまた
った。なんだろう、何か解放のドラムがあってそれに合わせて動くってやばいよね。なんでしょうね。皆さん何だと思いますか。コメント欄にぜひとも書いていただけたらなと思います。ということでね、半端ないっすね。半端ないっすね。でもキザルとやり合ってるっつうのがでかいですな。はい、なんかなんだっけ、キザルとやり合ってるみたいなのを毎回ツイートしてる兄ちゃんがいるんだけどさ、頂上戦争のリアルにやり合ってるよ。やばくない？すごくないこれ。いやテンション上がるわ。いよいよここまで来たんだなっていうね。ただロボット、このロボットは気になるわ。なぜあのロボが今起動するのか。さっき言ったパターンではね、なぜ200年前動いたのか。そして今リンクするのはジョイボーイ。このジョイボーイがどうやって間に入ってくるのか。ポイントは200年前。皆さんどう思いますか。俺はお手上げです。はい、ということで最後になります。グッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。あと僕のもう一個のチャンネル、あのジョニキ、海外ジョニキのね、あのアニメリアクションチャンネルやっておりますので、ぜひともこちらもチャンネル登録を3万1000人超えたところなんで、ね、ぜひともあのこちらの方もよろしくお願いいたします。じゃんけんダメいきましょう。最初はグーイングザーラシートルピーでした。また次回しましょう。 See you next time!